前場所、前々場所で1着4回の5番田中。素直に信じての、2着も後ろの棚橋。逆転はないと見た。3着は3人に流す。5、6番手から岡山勢。九州勢の横は通過。番手の山口はサッチ止めに行くはそこを乗り越えていく。5番の田中和馬、1番の棚橋、切り替えで2番の川野がこの後ろを取っている。3番の山口慎吾飛びつく。3番手が2番、3番、6番、3番手三者並走もつれています。4コーラが最後の直線。3番手は3番の山口はさばき切る直線コース。5番田中、1番棚橋並んで追い込んでゴール、わずかにかわした。1番、5番、3番で入着か。連勝で勝ち上がってきた小坂。後ろの村本との車検でも良さそうだが、近藤も怖い。前日も余裕のある一着。ここは力の両立と見る。中段が4番の久保、後方が1番の近藤、打勝です。8レースのチャレンジ決勝戦、2番の大阪城、3日間この決勝戦でも先行で勝負をしていくようです。そして後ろからは1番の近藤圭介来ました。一気に来まして1番の近藤が2番の大阪城をまくり上げてかわしてきました。先頭に変わって1番の近藤圭介番手しっかり追走している。5番車は田崎亮太郎、その後離れましてちょっと2番の大阪城厳しいか。後方からは4番の久保浩二動いていますが、前2人は1番の近藤圭介、番手くらいつくのは5番の田崎亮太郎、あとは踏ん張って2番は大阪城、3番手直線かわした5番の田崎、優勝で200勝で優勝、5番の田崎亮太郎です。軸は連日強いレースを見せている菊谷。相手にはこれまた強いレースを見せている大川、もしくは末広が逃げて逃げての後ろの山村ですけれども、前受けだった3番の大川が反応しています。ジャン前で再び4番の末広がかましてきました。今度は3番大川を叩き切ります。末広前に出ました。1番の菊谷が車間が空きまして3番大川と揉み合いながら残りは1周です。4番末広が先頭、ちょっと2番手車間が空いています。3番の大川と1番の菊谷、この2人が並走続いている。4番手2番の山村、後ろからは7番の佐川、5番の高本、これは後方最後の直線です。先頭は4番の末広、1番の菊谷が差を詰めていきますけれども、4番の末広です。野口からの九州ラインが強力で人気しているが、吉田と高井のラインも人気ほど悪くないし、全然可能性はあると思う。2番の野口大成が別戦を警戒しています。九州ライン3人、ただ来ました3番手は吉田智也、一気に前に変わっていくか。今脱勝です。9レース最終レースは A 級の決勝戦、前に変わったのは3番の吉田智也、そこが出て2番の野口は3番手からですが、5番の野中も来ました。残り1周回、野中が後位入ってきまして、内側2番は野口大成、ちょっと並走になっていますが、主導権は3番吉田智也、番手回りチャンスは6番の高井流星です。さあ高井が番手から行きますが、最終バックを通過、前は3番の吉田、その後ろから6番の高井流星、内側2番野口大成もこらえていますが、その後は並走になっていますが、1番の中村良二、4番の茅島直線越し、最後は6番の高井流星が追い込んで優勝か。2番は野口大成先生。谷口と上田のラインが強力である。しかし上田は前場所落車しており、一抹の不安がないわけではない。まあ薄いところに期待を込めての最後の勝負。かましてきまして、ジャンで7番山本を捉えます。1番の上田が追走、さらには6番の高橋もこの見えラインに乗っかっていきまして、残りは1周です。2番谷口の先行になりました。1番の上田がマーク、その後ろは6番の高橋3番手、4番の中村がまくりを打ってきます。中村のまくりですが、6番の高橋が合わせていきますが、最後の直線に入ります。逃げるのは2番の谷口、その番手から1番上田の追い込みに並んでいます。わずかに変わったかどうか。